こんにちは、あつおでーす。いっちゃんでーす。あーたんでーす。いちじく栽培やってきた、いっちゃんと、あーたんです。はい、いちじく栽培からやってきたようです。はい。で、今日紹介するのは、こちら。なんだかわかりますかね？はい、考えてください。この葉っぱ。こういう葉っぱ、細めの葉っぱ。で、ちょっとバナーネとは違う。偽品種も、出回っているというか、こちらも本物かわからない。はい、ダルマティ。はい、クロアチア原産のダルマティが収穫できそうですので、取って食べてみたいと思います。はい、こちらさし木、こちら2年生ですね。はい、でちょっと猫伏線虫が出て、 こちらの木一回かなり切り戻して、まあ、今年復活してこんだけ1メートルぐらい大きくなりました。で、実の方は今2個ですね、2個ついてます。こういう実とこういう実で、こっちの枝には、はい、何もついてない感じですね。はい、葉っぱの感じもこういう特徴的な葉っぱ、細長い葉っぱですね。はい、じゃあ取ってみます。はい、お皿係。はい。はい、取れました。こういう感じ。やっぱバナーネとはちょっと違うね。ほら、取れたよ。取れた取れた。はい、石で遊んでないで。はい、これなんだっけ？あ、白いやつだ。これダルマティ。ダルマティ。牛乳が出てる。フィシン。フィシン。美味しそう。いい感じですね。はい。フィシン触らないように。はい。これがダルマティ。ねえ。ちょっと。じゃあお皿係行こう。はい、はい、そんなことやったら絶対落ちるから。はい、行くよ。はい、ちなみにこのダルマティ結構バナーネに似てるっていうことなので、ちょっとバナーネの果実と今比較するとこんな感じ。はい、まあ似てますね。はい、似てるけど、うん、比べると、うん、そうですね、同じぐらいの熟し加減ですけど、はい、こんな感じ違いますね。比較用でちょっとこっちも取っていきますか。はい、バナーネダルマティ取れました、ね、バナーネの葉っぱもやっぱ特徴的なね、こういう細長い葉っぱなので、うん、結構見分けるのが難しいんじゃないですかね。まあ中身をちょっと見ながら今日はこの2つ食べていこうと思います。で、これダルマティじゃないよとか、なんかコメントお待ちしてます。本当にこれがダルマティなのか分かりません。はい、ちなみにドーフィンと比べるとこんな感じ、全然違いますね。はい、じゃあ中入って味だったり色味見ていきます。じゃあ中に入ってきて、こちら、こっちがダルマティ、こっちがバナーネ。どう、違いがある見た目。どうかな、ね、なんか。意外と一緒そうに見えるけど、うん。ちょっとやっぱ色味はやっぱやや違いますね。それと、ちょっと今気づいたのは、ここの部分。この、ついてた部分。実がなってたこの部分、ちょっと違いがありますね。はい。なんかバナーネは、ほら。ちょっとこう特徴的じゃない、うん、まあ、このダルマティが本物かはちょっと分かんないんですけど、うん、こっちがバナーネ、こっちがダルマティ、はい、バナーネどっちだって、こっち先端はちょっと特徴的で違うね。ちょっと花火の色、ダルマティでこれ花火の色は似てるけど、なんかこの凹凸が、ね、このボコボコっていうのがダルマティの方が少ない、滑らかな感じ。まあ全然果実によってもね、個体差というか果実差があると思うんですけど、まあこの2個を見比べた感じだとちょっと違う。まああと形の方もそうですね。はい。こんな感じで、目の部分も若干違います。はい。じゃあ、切っていきます。はい。じゃあちょっとその前に重さ測っていきましょう。はい、じゃあ、これはね、はい、待って。これバナーネだから、さっきダルマティの重さ測る。はい。大変。
ダルマティの重さ。はい。あ、おっきい。お、すごっ。奇跡。奇跡が起きた。はい。何グラム？あ、7。あれ？はい、奇跡が起きた。すごい。はい、77.7グラム。もうすごい。あの、これ持っただけで超重いよ、ね。すごい。奇跡。重くない？はい、ちなみに比較する。バナーネの方は？バナーネの方は、はい。バナーネの方が 58.8グラム。こっち、重っ。はい。ちょっと奇跡が起きてびっくりしました。両方とも持つ、はい。じゃあ、中の方。気になる中。見た目の色気になるよ。このにちっちゃいって大きいかは分かる。ちょっと見た目の方は、まあ、いくつか特徴って、まあ、いくつか違いがあるけど、あんって食べたもうだ、はい。はい、じゃあ中の方見ていきたいと思います。はーい。切ってくよ。切ってくよ。はい、じゃあ先にどっち切りたい？バナーネ。バナーネ。じゃあ、いつものバナーネ。いつものバナーネ。はい。バカだ。はい。いつものバナーネ、こういう色。はい。赤だ、こっちもやっぱり。これバナーネ。これ黄色かな？でもちょっと違うかも。ね。これバナーネです。バナーネ。バナーネ、こんなに大きい。はい、次、ダルマティ。ダルマティ。はい、果たして。赤。あ、なんかちょっと薄い色だな。薄い。薄い感じ。ちょっと、なんか黄色のだった。あれ入ってし。こんな感じ。なんか、ラベルだともっと赤色だったけど、うん、なんかバナーネの方が赤いっていう、ね、どうでしょう。あー、どっちが好きなのかな。どうだろうね。ドラマティンしようと、うん、このでも種の感じとかは、あれ、品種違うなって感じはするけど、あれ、うん、辛、こっちは入ってない。どうでしょうね。この種の感じとかちょっと似てるところもあります。もう置いてる。はい。そっから多分あれ入ったんだよ。はい、じゃあ食べ比べていきますか。え、どっちが食べるかな。こっちのバナーネから食べたあとに。はい、じゃあいつものバナーネ。ちょっと大きいかな。あ、何これ。はい、どうぞ。もうちょっとこれ切ってもらって。はい、いつものバナーネ食べてみて。いつものバナーネ。おかわり。うん、甘い。ちょっと見た、おかわり。おいしい？おかわりした。うん。ちょっとじゃあ、ダルマティ、カリ。うん。ああ、ダルマティの方も、あ、バナーネの方が甘いかな。うん。どうでしょうね、ちょっと。あんまり日光が当たらない家の北側でこっちのダルマティの方は育てていたので、まあそれの関係で色が乗ってない可能性もありますね。逆にこっちのバナーネは、まあカーポートした、まあそこそこ日が当たる場所だったので、うん。パパ一回待って。うんうん。パパ一回待ってて。美味しい。まあどちらも普通に美味しい。こっち食べた。はい。こっちがダルマティだ。どう？うん、ダルマティの方が、あっちゃ、パパ待ってて。美味しい。バナナの方が美味しかった？あった。これとなんか赤色、はい、同じだな。 ね、それ一緒だ。一緒だね。下側は違う。はい、うん、はい。まあ今回ダルマティとバナナ比較して、ちょっと思った結果にはならず、バナーネの方が好き、うん、ね、バナーネ食べたい、うん、いいよ。とりあえず、はい、じゃあこんな感じで、うん、ダルマティ偽物が、ね、多く流通してるっていうことで、ダルマティ育ててる方、こんな果肉の色薄くないよって思ってる方いると思いますけど、まあ、コメント欄で教えてください。コメントで教えてね。まあ、またやっぱ果肉の色の方、誤差あるよとか教えてくれたら、うん、ありがたいですね。これが本来のダルマティなのか、まあ正直なところこの対決だとバナーネの方が美味しかったかな、うん、ね。はい、じゃあまた次イチジク取れたら紹介していきます。はい、バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。
また見てね、バイバイ。